斉藤先生、じゃあ予備校のきっかけは、予備校講師になりたいと思ったきっかけは何ですか？よくぞ。よくぞ。予備校講師。僕ですね、もともと高校の先生とか、はい、なんか妹弟がいてですね、結構教えるのが、はい、好きで、なんか分かったみたいな。そう、やっぱ自分が年上だから、はい、知ってる知識多いじゃないですか。先に学校行ってるから。で、それをわざわざちっちゃいホワイトボードを買ってきて、で、家で妹弟教えてて、で、なんか、ゆくゆく近所の楽器が来るようになって、同じぐらいの楽器。ガブラグリコードしたい。ガキ。お子様。近所のお子様。口悪いよね。来るようになって。で、そこで、なんか、ちっちゃな、けんしてるんですけど、けんちゃん塾みたいな感じで、もう、小学で低学年とかやってきたら。で、小学校のとかやってたんですか？そうで、小学校に行って、そこで算数とかを教えたんですね。1たす1。小学校低学年の時から低学年そんぐらいは幼稚園児に教えてたってことですか？そうそうそう。わけわかんない。わけわかんないでしょ。わけわかんないでしょ。なんで、そんな感じのことで遊んでたんですよ。遊びみたいな感じで。で、そこで、あ、教えることの楽しさみたいな。なるほど。小学校。こう低学年にして年下をガキと言ってたんですよ。当時はガキってないですね。そうそうそう。で、そうですね。で、なんか先生で、結構なんか当時から上に行きたいみたいなのがあったみたいなんですけど、先生で一番偉い職業って何の先生って親に聞いたらしくて、さあ大学の先生じゃないとか言われて、大学の先生になろうと思ったんですね。でも、まあまあ、実際こう、生徒でむっちゃこう教えるんでなんか関わるので高校の先生までかなとか思ったら高校の先生かなと思ったんですけど、高校であんまりこういい先生になんか出会ってなかったっていうか、こうちょっとなんか嫌だなと思ってですね、公務員的なのが自分合わないなと思って、あ、なるほど、安定したのが、そうですね。で、夢がなくなってたんですけど、まあ、浪人をなんかその夢がないまましてしまって予備校の先生を見た時に、あ、これだと思ったんですね。絶対これだと思って、でそこから憧れの先生とか、そう、嫌いな教科を好きに変える先生とかになりたいなと思って、英語、その時は別に英語の先生になろうと思ってたんですか？いや、僕一番英語嫌いだったんですよ。もうそうなんですね。とことん嫌いで、一番それのせいでもうずっと試験受からない感じで二浪してるんですけども、あ、そうだった。好きな教科は何だったんですか？好きな教科ですね、数学。あ、へえー、数学は理系だったんですね。そう、でも文系なんですよね。あ、そう文系なんですけど、これもちょっと理系か文系か悩む時期あるじゃないですか、高2の時ぐらい。あの時に、うち家があんまお金なくて、教科書代が安い方っていうので、ただ普通に文系だったんですよ。そんな理由すごっ。そうっす。で、あとまあ、そうですね、数学言うても、すごいできるやつってできるじゃないですか。そういうの見たら、あ、勝てねえとか思うと、まあまあ、とかも英語だったら勝てるかな。いやいやいや、その時はですね、全然まだまだ英語も嫌いで、で、浪人して一番なんか、有効講師として生きていけるには英語が一番いいのかなっていう、なんか、やっぱ求められるものもありますし、文系、理系関係ないですからね。そうです。ともありますし、まあ一番嫌いだったから、そういう先生ってそんなにいないかもしれないなとかいう。なるほど。そんな感じですね。英語の先生、いや、いろんな人がいますね、英語の先生。そうですね。そんな中で、で、今後はどう展開してるんですか？今後ですね、まあ正直、今は予備校講師でとかっていうのを全く考えてなくって、もう森田君には勝てないです。いや、そう、勝ってる勝負ができないなとかいう思いはありますね。なので、なんか自分のこうコミュニティみたいなのをいっぱい広げていきたいなっていうのがあって展開してる感じですね。なるほど、そんな感じなんですね。そうだから、まあ、いろんな形でやっていくわけですね、これから。そうですね、なんかいろいろとなんか世の中で英語が苦しんでる人が一人でも減るっていうのを、なんかツイッターに書いてある、ね、そうそれが本当に一番なんですよ。そのためのことだったら何でもするみたいな感じでやろうかなとか思った。どこに一番力を入れるんですか？どこ？難しいですね。やっぱフィットネス。いじりますね。フィットネスを。いじられるのが大好きなんですよ。いじられるのが本当に。いじられるのがすごいっすよね。ガシラでもずっといじってました。カリスマ、カリスマ性がなくなる。カリスマだって。
されたんだよ。いやいやいや、そうでもないけどね。そうそう、めっちゃ面白いです。めちゃくちゃ先癖悪いって。いやいや、だめだよ、まだだよ、まだだよ、改装せなくなってメグロになってね、いろんな外で寝ちゃってる。いやいやいや、何の話？そう、そんなとこあるんですけど、いやいや、ないです。すごい面白いんです。言い過ぎ、すごい面白いそれにこう期待してます。またぜひぜひ、ね、また会う機会がいろいろ。ああ、そうですね。ぜひぜひ頑張っていきたい。はい、ありがとうございます。あ、待って、まだまだまだ、はい、あ、どう、はい、伊勢君ですか。YouTube なんですよ。あ、YouTube ではならない。 YouTube にはならない。 YouTuber なんです。 YouTuber を始めるわけ。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとやろうかなと思ってて、最近チャンネル、最近チャンネルかな、わかんないですけど、多分そんな感じの、そうですね、英語的なやつとかもすごい含めて、ちょっといろいろ僕もチャレンジしていきたいなと思ってますね。はい、といろいろ、いやいや、期待教えてください。いやいやいや、いや絶対大丈夫ですから。もう本当にもう見えてますから。何ですか、成功してる。いや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 、斉藤先生が見えてます。ぜひ頑張ります。近いうちに、はい、その時は、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回はですね、わざわざ九州からですね。いやすごいですね、この十何分ぐらいのために。あはいや、もうですよ。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.